はい、ガジャマルです。今回は楽天モバイルについてです。本題に入る前に少しいいですか？インスタとか見ていると広告で漫画の広告がよく出てくるんですよ。それで気になって漫画トップというアプリをダウンロードして、最近ガンニバルという漫画にハマっています。サスペンス漫画でもうどんどんその世界に引き込まれて、次から次へ見たいのに、無料で読めるアプリなので1日1話ぐらいしか読めないのでモヤモヤしています。これは宣伝とかではなく、ただガジェマルのおすすめの漫画というだけです。それでは話を楽天モバイルに戻します。楽天モバイル楽天市場店では、 iPhone13 シリーズ SE 第3世代を購入するとポイント10倍や、最新の iPhone14 も店頭購入で21,000円の割引があったりと、安くお得に購入することができるのは皆さんご存知と思います。それに iPhone だけでなくて Android も激安なのが多くあります。例えば Xperia 10 Mark III Lite が 32,800円引きの8,000円や、 OPPO A55S 5G が 27,000円引きで 5,800円というのもめちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃ安く買えるんですけど、一つ問題があります。この楽天モバイル楽天市場店のクーポンを iPhone、Android で一度使うと、次からはもうクーポンが使えなくなります。しかもこのクーポンが数ヶ月経っても復活してくれないんです。去年の iPhone12 の投げ売りや Android の投げ売りの時にクーポン使ってしまったという方も多いと思います。そうなるともう回線セットで安く購入することができません。クーポンを使って購入して買えるやんと思っても、翌日にキャンセルメールが届きます。それでガジュマルも iPhone と Android のクーポンを使っているので、楽天モバイル楽天市場店では回線セットで安く買うことができません。そこで思ったのが、家電量販店だったら回線セットで安く端末を購入することができるんではないかと思って、家電量販店へ行ってきました。家電量販店でも楽天市場店と同じぐらいの割引がされています。 OPPO A55S が9,900円で、さらにポイント還元6,100円分となっています。ポイント還元で良ければ楽天市場店より家電量販店の方が安いです。他にもアクオスセンス 6S が 17,700円にポイント還元9,980円、それにシャオミのレドミノート11 Pro 5G が29,800円で、楽天モバイルが初めての方には4,000円分のポイント還元となっています。注意点は、家電量販店の楽天モバイルのポイント還元は初めての方のポイント還元の価格になっていて、楽天モバイルを過去に使っていたり2回戦目以上の場合はポイント還元は要相談となります。それで楽天市場店のクーポンを使っていて、楽天市場店では特価で購入することができなかったんですが、家電量販店ではスムーズに購入することができました。今回購入したのは、はい、これです。シャオミのレドミノート11 Pro 5G です。楽天市場店でクーポンを使った価格と同じ29,800円で購入することができました。はい、ということで今回は楽天モバイルのお得な情報でした。いかがだったでしょうか？楽天市場のクーポンが使えなくて諦めていた方も多いと思います。ぜひ家電量販店の楽天モバイルに行ってみてください。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。